九州南部、鹿児島県の鹿児島湾にある東西約1 2キロメートル南北約1 0キロメートル周囲約 55km、面積約77平方キロメートルの火山。かつては島であったが、1914年の噴火により、鹿児島市の対岸の大隅半島と陸続きになった。衛星から見た桜島地形図桜島火山は、アイラカルデラの南縁付近に位置しており、 このカルデラの2.9万年前の巨大噴火の3000年ほど後に誕生した。日本の火山の中では比較的新しい火山である。桜島火山は有史以来頻繁に繰り返してきた。噴火の記録も多く、現在もなお活発な活動を続けている。海の中にそびえるその山陽は特に遺災を放っており、鹿児島のシンボルの一つとされ、観光地としても知られている。 2007年に日本の地質百選に選定された。国際火山学及び地球内部科学協会が指定する防災10年火山の一つだった。また、火山噴火予知連絡会によって火山防災のために関し、観測体制の充実等の必要がある火山に選定されている。1889年に町村制が施行され、行政区域は西桜島村、 東桜島村に分かれる。東桜島村は1950年10月に鹿児島市に合併され、西桜島村は後に桜島町と改名するが2004年11月に同じく鹿児島市に合併され、現在に至る。現在、桜島は全域が鹿児島市に属し、桜島地区では7329ヘクタールの区域が 霧島近郊湾国立公園に指定されている。集落と山の地図桜島の大部分を構成する。見たは南北に並ぶ北岳、中岳、南岳からなり、山腹に多くの川火山を排する。これらを総称して見たと呼ばれる。山裾が海まで伸びているため平地はほとんどないが、北西部と南西部の海岸沿いに比較的なだらかな斜面があり、 農地として利用されている。温暖湿潤な気候でありながら、火山噴出物からなる土壌のため保水性が低く、川はほとんどが枯れ川となっている。1970年代から活発化した火山活動によって多くの木々が行死して、山肌に木々が乏しい上に、三宅山頂付近に降り積もった火山灰は、まとまった降雨があると土石流を引き起こすために、 桜島の河川では、砂防事業が広範囲に実施されている。特に、桜島西斜面にある野尻川は、源流の引きの平山頂付近に至るまで数多くの砂防ダムが設置されている。明治以前は2万人以上であった島内の人口は、対象大噴火の影響によって9000人以下に激減。その後も減少が続き、1985年には約8500人。 2000年には約6300人、2010年には約5600人となった。1950年に東側が2004年に西側が鹿児島市と合併し、現在は桜島すべてが鹿児島市となっている。桜島は頻繁に噴火を繰り返してきたため、同程度の標高を有する周辺の産地とは植生が異なっている。山頂付近には 植物がなく、標高600メートル付近からススキなどの草が生え始める。標高が下がるに従って、ヤシャブシやノリウツギなどの低木が見られるようになり、黒松や紅葉樹の林へと続いている。山徳付近は黒松、タブノキ、アラかし、シーの林となっており、北部から北西部にかけては杉やヒノキの人工林も存在する。大,正大噴火以前は、 山頂河口付近まで、ヤシャブシの林があり、中腹まで紅葉樹の天然林が広がっていたが、大正大噴火以降は、火山ガスによって、桜島東側を中心に森林が故死して表土が失われ、深さ50メートルを越す谷が無数に刻まれ、山体の崩壊が進行している。島の東西に2つある、大正噴火の河口のうち東側の河口は噴火の、 あとに高さ10メートルほどの黒松の森林となったが、昭和期に入ってからの噴火活動によって、黒松が枯死して植生が再び失われている。桜島の溶岩原は、形成時において植物やその種子が全く存在しない状態になったため、年月を経て植生が変化する繊維の様相を呈している。 噴出年代の異なる溶岩原にそれぞれ特徴的な植物群が分布しており、植生繊維の経過を一度に観察することができる貴重な場所である。衛星から見た桜島桜島西部の横山にある白山は古い時代に形成された大地であり、少なくとも約11万年前には陸地として存在していたと考えられているが、残りの大部分は アイラ火災噴火以後の後カルデラ火山活動によって形成された。約3万年前、現在のアイラカルデラを形成した、大隅架カ軽石といる都火災流、アイラ TN 火山灰の噴出した破局噴火によって、現在の鹿児島湾の形が出来上がった。桜島はこのカルデラ噴火の後に火山活動を開始した後カルデラ火山である。約2.6万年前、 アイラカルデラの南縁で火山活動が開始し、安山岩やデイサイト質の溶岩を流出しながら、清掃火山を形成していった。この活動は2000年ほど続いた後停止した。1万年ほどの休止期間を置いて、約1.3万年前の桜島、薩摩テフラを噴出した噴火を皮切りに、新規北岳火山が活動を開始した。以降プリニー式噴火を繰り返し、 山体がさらに成長していった。約4500年前から噴出源が南だけと、その側火山に移行し、ブルカの式噴火による火山差の体積、溶岩流の形成のほか、完結的にプリニー式噴火が発生している。約1.3万年前に発生した噴火によって、噴出したテフラで火災物の相体積は11キロ立方メートルに及び、 2.6万年前現在までにおける桜島火山最大の活動であったとされている。火山爆発指数は6。他の桜島火山起源の手札で火災物噴出量が2キロ立方メートルを超えるイベントはないので桜島、薩摩手札は他の手札と比べ桁違いに大きい。この噴火によって桜島の周囲10キロメートル以内ではベースサージが到達したほか 現在の鹿児島市付近で二メートル以上の火山灰が堆積しており、薩摩大島などでも火山灰が確認されている。溶岩の分布三十回以上の噴火が記録に残されており、特に文明、安永、大正の三回が大きな噴火であった。札幌地理周囲州においては七百八年、札幌名将校においては七百十六年、人大皇帝紀においては七百十七年。 計犯名称校や三国名称図においては718年に桜島が湧き出したとの説が紹介されている。現実的にはこの年代に桜島が形成されたとは考えられず、これらの説は桜島付近で起きた噴火活動を指すものとされる。764年から766年に海底からの噴火があり、俗に本記の764年の箇所に、 芸島における噴火の記述が残る。記述によれば、鹿児島湾海上において、大音響や火炎と共とに3つの島が生成したとされている。島の詳細な位置は、明確になっていないが桜島に関連した火山活動の一つと考えられており、芸島が桜島を指しているとする説と、広く、薩摩国と大隅国の境界地域を指しているとする説がある。 地質学的な調査により小林は最初の活動で鍋山が出現しついで長崎美容岩が流出したとしている。931年頃に書かれた和名類受賞において大隅国総群に島という地名が登場する。これが具体的な地域としての桜島を指した最古の文献である。766年から1468年までの 約700年間は歴史記録に記述が残されていないため噴火がなかったと考えられていたが、その後の調査により、950年頃に太平洋岸を形成する山頂河口からの噴火や、1200年頃の活動で中学が形成されたとする研究がある。1468年に噴火したが、被害の記録はない。その3年後、 1471年9月12日に大噴火が起こり、北岳の北東山腹から溶岩が流出し、死者多数の記録がある。2年後の1473年にも噴火があり、続いて1475年8月15日には、桜島南西部で噴火が起こり溶岩が流出した。さらに、翌1476年9月12日には、 桜島南西部で再び噴火が起こり、死者多数を出し、沖小島と唐津島が形成された。1509年6月2日、福祥寺の蒼天竜が南岳山頂に沈下を祈願する新中の矛を建てた。この矛は後に風雨により接損したため、1744年11月27日に銅の矛として再建されている。戦国時代において桜島は、 島津市の領地となっており、鹿児島湾を挟んで退治していた肝付市との争いの最前線として各所に城塞が築かれ兵が配置されていた。1571年12月6日には、肝付市、ねじめ市、伊東市の連合軍が100層余りの船で桜島の各所を攻撃した。これに対して、島津家久は横山、脇、瀬戸などに陣を構えて応戦している。 歌川広重、六十四襲名小津江大墨桜島1853年1779年11月7日の夕方から地震が頻発し、翌11月8日の朝から井戸水が湧き立ったり海面が紫に変色したり、するなどの異変が観察された。正午頃には、南岳山頂付近で白煙が目撃されている。昼過ぎに、 桜島南部から大噴火が始まり、その直後に桜島北東部からも噴火が始まった。夕方には南側河口付近から火砕流が流れ下った。夕方から翌朝にかけて大量の軽石や火山灰を噴出し、江戸や長崎でも荒廃があった。11月9日には北岳の北東部山腹及び南岳の南側山腹から溶岩の流出が始まり、 翌11月10日には海岸に達した。翌年1780年8月6日には桜島北東海上で海底噴火が発生。続いて1781年4月11日にもほぼ同じ場所で海底噴火及びそれに伴う津波が発生し被害が報告されている。一連の海底火山活動によって桜島北東海上に念頭、伊王島、 イノシシの小島など6つの火山島が形成され、安永諸島と名付けられた。島々のうちいくつかは、間もなく水没したり、隣接する島と結合したりして、3番名称詞には8番島までが記されているという。死者は150人を超えたが、最も大きい年頭には1800年から人が住むようになった。噴火後に、 鹿児島湾北部沿岸の海水面が1.5、1.8メートル上昇したという記録があり、噴火に伴う地盤の沈降が起きたと考えられている。一連の火山活動による噴出物量は溶岩が約1.7立方キロメートル、軽石が約0.4立方キロメートルに上った。米は4。薩摩藩の報告によると、死者153名、農業被害は 国高観山で合計二万三千国以上になった。幕末においては、瀬戸に造船所が設置され、日本で最初の蒸気船、雲行丸が建造された。八百六十三年の撮影戦争では、墓間越しと年跡に砲台が築かれた。桜島の埋没鳥居。黒上集落のこの鳥居は、九百十四年噴火で、上部をわずかに残し噴石や火山灰に埋もれて、 しまった1914年1月12日に噴火が始まり、その後約1ヶ月間にわたって頻繁に爆発が繰り返された量の溶岩が流出した。一連の噴火によって死者58名を出した。流出した溶岩の体積は約1.5キロ立方メートル。溶岩に覆われた面積は約9.2平方キロメートル。溶岩流は 桜島の西側及び南東側の海上に伸び、それまで海峡で隔てられていた桜島と大隅半島とが陸続きになった。また、火山灰は九州から東北地方に及ぶ各地で観測され、軽石等を含む高化物の体積は約0.6キロ立方メートル、溶岩を含めた噴出物総量は約2キロ立方メートルに達した。噴火によって、 桜島の地盤が最大約1.5メートル沈降したことが噴火後の水準点測量によって確認された。この現象は桜島北側の海上を中心とした同心円状に広がっており、この中心部の直下、深さ約10キロメートルの地中にマグマが蓄積されていたことを示している。定量的な観測に基づく噴火前後の地震調査現場などの資料は、 東京の中央気象台に集められていたが、1923年、関東大震災で消失して残っていない。噴火活動の経過などは、各地の気象台や、測候所に残っていた資料をもとに行われたため、精度に欠ける部分があるとされている。噴火の前兆1913年6月29日から30日に、かけて注意住院村を震源として発生した弱い、 地震が最初の前兆現象であった。11月9日16時以降、桜島島内では数回の夕刊地震を感じていたとされる。また、同年12月下旬には井戸水の水位が変化したり、火山ガスによる中毒が原因と考えられる死者が出たりするなどの異変が発生した。12月24日には、 桜島東側海域の池巣で魚やエビの大量死があり、海水温が上昇しているという指摘もあった。翌1914年に1月に入ると、桜島東北部で地面の温度が上昇し、冬季にもかかわらずヘビ、カエル、トカゲなどが活動している様子が目撃されている。1月10日には、鹿児島市付近を震源とする弱い地震が発生し、 翌日の11日にかけて弱い地震が頻発するようになった。噴火開始まで微小地震が400回以上、弱震が33回観測されている。1月11日には山頂付近で岩石の崩落に伴う地鳴りが多発し、山腹において薄い白煙が立ち上る様子も観察されている。また、海岸の至るところで温水や冷水が湧き出たり、 海岸近くの温泉で周期を発する泥水が湧いたり、する現象も報告されている。噴火開始当日の1月12日午前8時から10時にかけて、桜島中腹から木の国模状の白煙が湧き出す、様子が目撃されている。噴火の経過1914年1月12日午前10時5分、桜島西側中腹から黒い噴煙が上がり、その約5分後、 大音響とともに大噴火が始まった。約10分後には桜島南東側中腹からも噴火が始まった。まもなく噴煙は上空3000メートル以上に達し、岩石が高さ約1000メートルまで吹き上げられた。午後になると噴煙は上空1万メートル以上に達し桜島全体が黒雲に覆われた。大音響や空振りを伴い断続的に爆発が繰り返された。 午後6時30分には噴火に伴うマグニチュード7.1の強い地震が発生し、対岸の鹿児島市内でも石垣や家屋が倒壊するなどの被害があった。1月13日午前1時ごろ、爆発はピークに達した。噴出した高温の火山弾によって、島内各所で火災が発生し、大量の噴石が島内及び海上に降下し、 大量の火山灰が風下の大隅半島などに降り積もった。午後5時40分に噴火口から火炎が昇っている様子が観察され、午後8時14分には火口から火柱が立ち火砕流が発生し、桜島西北部にあった小池、赤尾丸、部の各集落がこの火砕流によって全焼した。午後8時30分に火口から溶岩が流出していることが確認された。 桜島南東側の河口からも溶岩が流出した。当時島であった、大日本帝国陸軍陸地測量部の地図国土、交通省国土画像情報をもとに作成1月15日、赤水と横山の集落が桜島西側を流下した溶岩に覆われた。この溶岩流は1月16日には海岸に達し、1月18日には当時海上にあったカラス島が、 溶岩に包囲された。一方、桜島南東側の河口から流下した溶岩も海岸に達し、噴火前には72メートルもの深さがあった。瀬戸海峡も埋め立てられていき、1月29日、桜島が大隅半島と陸続きになった。この時、瀬戸海峡付近の海水温は摂取49度に達した。溶岩の進行は二月上旬に停止したが、二月中旬には、 桜島東側の鍋山付近に新たな河口が形成され溶岩が流出した。1915年3月、有村付近に達した溶岩の末端部において二次溶岩の流出があった。噴火活動は1916年にほぼ収束した。この噴火によって直径400メートルのほぼ円形の対象河口が残された。 避難の状況噴火の前兆となる現象が頻発し始めた1月10日夜から住民の間で不安が広がり、地元の行政関係者が鹿児島速攻所に問い合わせたところ、地震については震源が吉野付近であり、白煙については単なる雲であるとし、桜島には異変がなく、避難の必要はないとの回答であった。それでも1月11日になると、 避難を始める住民が出始めた。桜島東部の黒上、瀬戸、脇の各集落では、地域の青年会が中心となり、女性、子供、老人を優先に、牛根村、垂水村方面への避難が進められた。また、桜島北部の聖堂、松浦においても、青年会が中心となり、鹿児島湾北部の重富村、梶木町、 福山村方面への避難が進められた。一方、鹿児島市街地に近い桜島西部の横山周辺は、速攻所の見解を信頼する者が多かったため、避難が遅れ、1月12日午前の噴火開始直後から、海岸部各所に避難しようとする住民が殺到し、大混乱となった。桜島東側の瀬戸海峡は海面に浮かんだ。 軽石の層が厚さ1メートル以上にもなり、船による避難は混乱を極めた。対岸の鹿児島市は、鹿児島湾内に停泊していた船舶を緊急に徴用して救護船としたが間に合わず、東桜島村では混乱によって海岸から転落するものや、泳いで対岸に渡ろうとして投資したり歴史したりするものが相次いだ。この教訓から、 鹿児島市立東桜島小学校にある桜島爆発記念碑には住民は理論を信頼せず異変を見つけたら未然に避難の用意をすることが慣用であるとの記述が残されており科学不信の人も呼ばれている桜島対岸の鹿児島市内においては1月12日有刻の地震発生以降津波襲来や毒ガス発生の流言が広がり 市外へ避難しようとする人々が続出した。鹿児島駅や部駅には避難を急ぐ人々が集まり騒然となった。市内の混乱は1月17日頃まで続いた。救援活動噴火後の救援活動としては、大日本帝国海軍は佐世保港に本拠を置く、佐世保陳府から遭難者救助のために官邸4隻を派遣。援護隊、防隊び通信隊が陸して、 救援活動を行った。第二本帝国陸軍は、鹿児島軍石木村に連隊本部を置く不評第45連隊及び宮崎県都の城市に連隊本部を置く不評第64連隊が鹿児島市内の警備に当たった。また、不評第45連隊の衛星兵による救援隊が編成されたほか、衛門及び連兵場での炊き出しも行われた。また、鹿児島県は、 鹿児島湾内に停泊していた船舶を挑発して、救援活動を実施し、鹿児島市に避難民を収容する活動を行った。対岸の薩摩半島にある自治体の対応としては、鹿児島市では鼓川町、住吉町、西千石町、下荒田町に水出所を設置し、高章寺、普段公園、東西本願寺別院を呼び、鹿児島市内の小学校に避難民を収容した。 また、鹿児島郡吉野村、西部田村、中高里村、石木村の各村では、青年会や婦人会を動員し、炊き出しを行った。また、鹿児島市や谷山町、西部田村、石木村に隣接し、武駅から川内線の隣駅である万重石駅が所在する、上重院村には、桜島地震以後、さらに、 鹿児島市街地から避難した避難民が満洲赤駅に集結し青年団及び婦人会を動員し満洲赤駅で炊き出しを行ったほか約2158名に対して各民家を収容所として委託救護を実施したまた日本赤十字社及び鹿児島県関連組織が行った募金活動では2528円55銭が集まり鹿児島県が 被災者に対して分配を行った。また、天皇からのご内土金15万円の外、日本国内の各府県、当時日本領であった朝鮮、台湾及び満州国などでは、新聞社を中心として、義援金の募金活動が行われた。これらは、桜島のほか牛根村、百院村、市政村、垂水村、高熊村、西渋村、常吉村、 月の村の被災者に交付された。噴火の影響、被害噴火によって降り積もった火山灰は火砕流に襲われた赤尾丸付近や風下にあたった黒上と大隅半島の一部で最大1.5メートル以上、桜島の他の地域でも30センチメートル以上の深さに達した。桜島島内の多くの農地が被害を受け、ミカン、ビワ、モモ、ム 大根などの農作物はほぼ全滅した。工作が困難となった農地も多く、噴火以前は2万人以上であった島民の約3分の2が島外へ移住した。移住先は種子島、大隅半島、宮崎県を中心とした日本各地に移住した。また、溶岩流によって、東桜島村の有村、脇、瀬戸及び西桜島村の横山、小池、 赤水の各集落が埋没した。西桜島村の横山に所在していた西桜島村役場はこの溶岩流により埋没したため仮の役場を制道に置き後に富士のへ移転した。災害復興のために桜島と鹿児島市街地を結ぶ定期航路を望む声が上がり、1934年11月19日に当時の西桜島村が 尊営定期船の運行を開始した。その後の桜島フェリーである。大正大噴火が収束した後、約20年間は穏やかな状態となっていたが、1935年9月、南岳東側山腹に新たな河口が形成され、約1ヶ月間断続的に噴火を繰り返すようになった。1939年10月の噴火において、 鍋山の情報開発約800メートルに新噴火口が形成され、小規模な熱雲が観察されている。1946年1月から爆発が頻発するようになり、同年3月9日に火口から溶岩の流下が始まった。対象大噴火とは異なり、噴火前後の有感地震はほとんどなかった。3月11日夜から連続的に噴火するようになり、 対岸のカジキ町や国分町から火柱が観察されている。大量の火山灰を噴出し、牛根村では3センチメートルの厚さに降り積もった。火山灰の影響で同年5月に、もちき、野尻地区で洪水がたびたび発生している。溶岩流は鍋山付近で南北に分流し、北側は黒上地区の集落を埋めつつ、4月5日に海岸に達した。 南側は有村地区を通過し、5月21日に海岸に達した。死者1名、火山噴出物層量は約1億立方メートルであった。この噴火は同年11月頃に収束したが、その後も散発的に噴火が起きている。桜島の噴煙南岳噴火1954年12月末頃から火山性地震が増加し、1955年10月に、 南岳山頂加口で大量の噴石を噴出する爆発と強烈な空震を伴う噴火があり死者1名、負傷者11名を出した。これ以降、南岳山頂付近は立ち入り禁止となった。以後の噴火はそのほとんどが南岳山頂加口で起きている。噴火活動の再開を受けて1960年に桜島火山観測所が開設された。 1967年8月の噴火において火砕流が発生するなど活発な噴火活動も見られたが、1960年を境にして爆発回数は減少に転じ、1969年頃に収束した。1970年代に入ると再び噴火活動が活発となり、 1972年9月13日から始まり10月2日午後10時19分に南岳山頂でやや大きな爆発噴火が発生した。噴出した高温の噴石によって多数の山火事が発生した。この噴火が契機となり1973年に活動火山対策特別措置法が制定され、避難施設の整備、農林漁業被害への補助、荒廃除去事業、 土石流対策の砂防工事、火山観測や研究などの対策が強化されることになった。1973年以降、年間数十回から数百回程度の爆発を繰り返し日常的に後輩が続いた。昼までも薄暗くなることもあった。百七十四年五月、百七十六年十一月、百七十九年十一月の噴火では、 火災流が発生している。1974年6月17日には、第一、ふるさと川の砂防工事現場において降雨によって流れ出た火山灰によって土石流が発生して作業員2名が死亡し、1名が行方不明となった。同年8月9日にも、野尻川の砂防工事現場において土石流が発生し、作業員とその家族を含め5名が死亡した。 1985年年間474回の爆発を観測。爆発に伴う空振りは、福岡県飯塚市でも観測された。火山灰の年間降灰量は、鹿児島地方気象台で1平方メートルあたり、約16キログラムに達した。桜島島島内では空振りによる住宅の窓ガラス破損や噴石による自動車の窓ガラス破損が多発し、 鹿児島湾を挟んだ対岸の鹿児島市市街地においても、後輩によって様々な被害が発生した。送電線を支える外資の絶縁不良による停電、道路においては降り積もった火山灰によるスリップ事故、鉄道においては河川の障害や線路のポイント故障による列車の遅れや運休、踏切の誤動作による交通事故、航空機においては操縦室の窓ガラスに、 傷がつく被害も報告された。同年の火山灰による農作物の被害は約72億円に達した。翌1986年11月23日には桜島ふるさと地区のふるさと観光ホテルに直径約2メートル、重量約5トンの噴石が落下して建物の屋根というを突き破り宿泊客と従業員の合わせて6名が 負傷するという最大級の火山災害も発生した。1990年代に入ると爆発回数は減少傾向を示し、2003年から2006年にかけての爆発回数は年間十数回程度にまで減少した。2006年6月4日に昭和噴火の加口跡付近において小規模な噴火が発生以降、昭和加口が中心となって爆発の回数が 再び増加へ転じた。2009年以降の活動の活発化傾向は特に著しく観測所において爆発的噴火と記録された噴火は2009年548回、2010年896回、2011年996回、2012年は885回とこれまで観測された記録の上位4位までを占める形となっている。また、 2012年1月には月始め来の噴火回数で2011年9月に記録した月間最多記録141回をわずか22日にして更新し最終的には172回の記録を残した。そしてその4ヶ月後の同2012年5月2955年の観測開始以降最速で年間記録500回を記録している。 この2006年から2012年の間において従来の記録を大きく上回る爆発的噴火の影響により昭和河口の大きさが2006年11月時点よりも約2.5倍の大きさに広がった。2010年には1914年の対象大噴火で下がった地盤1.5メートルのうち9割が回復したとされた。これは 桜島のすぐ北の鹿児島湾地下約1 0トルにあると考えられているマグマだまりから毎年 0.01km 立方メートルの供給があるとためだと考えられており、1万1噴火のフェーズが溶岩流の流出を伴うものへと移行した場合、対象噴火時に噴出した溶岩量と同程度の噴出が発生する可能性が懸念された。二千二十年には、 最小噴火以前のレベルにまで回復するとの研究が2013年に発表されている。2011年12月2日18時51分に1955年の観測開始からの爆発的噴火の回数が通算1万回を記録した。その19分後には1万1回目の噴火を起こした。2013年8月18日16時31分、昭和加口で 爆発的な噴火が発生。噴煙の高さは2006年からの昭和加工の活動が再開して、以来最も高い5000メートルまで達した。また、この噴火に伴い、九州全土に電波する周期5秒以上の長周期地震波が基盤的地震観測網で観測された。火砕流も約1キロメートルにわたって観測された。なお、 同年9月にも上空4000メートルに達する噴煙を伴う噴火が起きており、翌10月の火山噴火予知連絡会では、北海道大学により、稼働隠れ機が確認されたことが報告され稼働が拡大している可能性も指摘されている。2015年8月15日。 午前7時頃から桜島南岳直下約 2.5km 付近を信号とする火山性地震が急増すると同時に昭和河口付近を中心に東西に5から 10cm 相対的に離れる近く変動が観測されたこの観測結果から気象庁は同日午前10時15分桜島の噴火警戒レベルを4に引き上げたしかしその5分火は発生せず 17日後の9月1日に警戒レベルは3に引き下げられた。このイベントはマグマ貫入による区警海高断層の活動と推定されており、マグマが稼働に到達しなかったため噴火には至らなかったと考えられている。2020年6月4日午前2時59分に南岳山頂河口で起きた噴火では、1955年10月の 観測開始以降で最高高度の河口から7850から9570メートルの噴煙を観測した。この噴火では河口から南南西に3キロメートル地点で火山弾による直径6メートル、深さ2メートルのクレーターが形成されており、噴火警戒レベル5相当のイベントであったことが指摘されている。噴火直前13時43分24秒。 噴火直後13時44分18秒。桜島を起源とする土層として17層が確認されており、新しい順に P1 から P17 の記号で表される。特に P13 及び P14 は上野原遺跡の年代測定において重要な役割を果たした。比較的新しい噴火による噴出物はボラと呼ばれ、主として 大隅半島に分布している。桜島のマグマは地下1 0 0トル以上の深部から供給されている。マグマはまず、鹿児島湾のアイラカルデラ中央の地下1 0トルの巨大なマグマだまりに供給された後に、加工直下5トルにあるマグマだまりに移動して噴火に至っているとされている。各マグマだまりの溶石は噴火によって多少の変動があるが、 噴火があってもマグマの増加分を消化できておらず、マグマだまりは増大傾向にある。桜島は古代において鹿児島と呼ばれていたとの説があるが、確証はない。1334年頃の記録では甲島と呼ばれており、桜島の名称が記録に現れるのは1476年以降である。その後しばらくの間、鹿島と桜島の名称が並存していたが、 1698年に、薩摩藩の通達によって、桜島の名称に統一された。五代将軍、徳川綱吉へ桜島みかんを献上する際に、江戸にも、高島という地名があるのを考慮して、高島という名では手向かう、歯向かうと誤解されてはいけん。高島の名称は、東西南北どの方向から眺めてもこちらを、向いているように見えることに由来する。 桜島の名称の由来については諸説ある。島内に、この花桜姫命を祀る古社大名人が有島を桜島と呼んでいたが、いつしか転化して桜島となった。10世紀中頃に、大隅守を務めた桜島中心の名に由来する。噴火により、海面に一様の桜の花が浮かんで、桜島ができたという伝説に由来する。 この説は、小中の CM で紹介されたこともあり、最も県民に知られている。鹿児島市内の後輩置き場溶岩プレート前頭が、火山噴出物で構成されているため、生育に適する農作物は限られている。特産品として、カブらを大きくしたような世界一大きい大根、桜島大根と、世界一小さなみかん、桜島小みかん、そしてビワが有名である。 土産物として桜島の溶岩を利用した焼肉プレートが販売されている。また小瓶に詰めた火山灰が売られている。風によって火山灰が運ばれるため近隣住民にとって風向きの情報は重要であり、1983年9月1日から電話による天気予報で桜島上空の風向きに関する情報を提供が始まった。その後、 鹿児島県内のテレビラジオ放送の天気予報においても桜島上空の風向きの情報が流されるようになった。鹿児島市では市街地を中心に多くの学校のプールには後輩時にも使用できるようカーテン状の可動式の屋根が設置されている。ただししばらくの真後輩が昇降状態だったことと老朽化したことにより撤去された学校もある。 プールの底に溜まった灰を除去するためのスイーパーもあった。プールの中に沈めると自動で動き、肺を除去した。また、校舎には、後輩時でも車内の換気ができる、よう、廊下側の窓に、フィルターが取り付けられており、教室内の換気扇には、室外側に、後輩の逆流を防止するカバーがついている。大隅半島など、後配量の多い地域には、雨どいのない家屋が散見される。 ハエが雨どいに詰まり、雨水を吸収して固まると用をなさなくなるため、初めから設置していない。後配動機は霧の中のようになり、視界が数十メートルになる場合があり、自動車の場合ライトが必須になる。また、火山灰がフロントガラスに付着するが、ワイパーを作動させる速度を考慮しないと、ガラスに傷がつく場合がある。また、特に後時の後配の際は早めに、 場合によっては、ウィンドウォッシャー併用で動かさないと危険な場合がある。他にも灰屋の屋根が付けられたものがある。一定以上の交配が確認されると、役所から家庭に活灰袋が配布される。家庭では交配を活灰袋に入れ、交配指定を牙に置くと、役所が回収する。掃除などで集められた火山灰を廃棄する場合は、専用の袋に入れて指定場所に置かなければならない。 桜島を訪れる観光客は年間200万人とされる。河口から 3.5km にある湯の平展望所が自家用車での、かつては湯の平展望所からさらに山頂方面に登った陰の平展望所まで観光道路で登ることができた。しかし、昭和35年に大きな噴石が飛来するようになり、危険が増したために陰の平展望所への車道が閉鎖され、 現在は、徒歩でのみ、陰の平展望台に行くことができる。陰の平展望所から先は、常時立ち入り禁止であるが、陰の平山頂には登山することは可能である。その他の観光スポットとしては、溶岩原を望む、有村溶岩展望所や、黒上ビュースポットが知られる。また、島内の野尻町には、火山活動に関する資料を集めた。 桜島国際火山砂防センターが開設されている。鹿児島湾を挟んで北東対岸の霧島市、福山町には、総人が丘展望所がある。冬季に夕日が桜島の両線に沈む瞬間が、宝石に例えて、ダイヤモンド桜島と呼ばれている。桜島フェリー国道224号と、桜島湯の平展望台行政連絡線で、結ばれている裏の前、 港と新島気象庁から常時観測火山に指定されており、24時間体制で観測が続けられている。避難号の例桜島の河川、桜島、気象庁桜島の火山観測データ気象庁日本、活火山騒乱ウェブ掲載版、桜島、気象庁日本の火山。ありがとうございます。